はい、こんにちは、佐藤光です。まあ、今回もエヴァのお話、今回東寺健介委員長の存在というお話なんですけれども、まあ、新エヴァ前半にね、ずっと登場してくる成長した東寺健介委員長たちがもうめちゃくちゃいい味出してたじゃないですか。まあ、特にね、もう、エヴァゲルのジョとかね、派ではもうエヴァが登場したら、避難してるのに外に出てビデオ撮ったろうぜっつってた、悪名高き健介がね、なんかめちゃくちゃ懐の広い男になっていて、シンジに対してね、理解を示していたりね、なんかこっそりアスカのハートもキャッチしたりするぐらいめっちゃいい男になってたりってあるとか、あと世話焼きの院長も、まあ、院長の成長は普通かもしれないですね。めっちゃいい母ちゃんになっていて、毎日同じ生活をしていくのは別に悪いことじゃないと、そうやって時間を紡いでいくことは、今を一生懸命生きていくことが、未来を見ることがとてもいいことなのよ、みたいなのを、なんか、あやなみれい歌唱にね、言っていたりとか、めっちゃ名言言ってましたからね。ね、おはようはね、今日一緒に生きていくおまじないとかね、声優さんの声も心なしかちょっとこう大人びた喋り方でとっても良かったですし、まあ、当時自身は、まあ、この健介とか院長に比べるとなんか当時の面影はかなり色濃く残してましたけども、当時の場合は当時の場合でそう昔の状態の当時は維持しつつも、そこになんか何でしょうね、辛いめっちゃ厳しいそのニアサーの後の世界を生き延びてきた重さを感じるというか、まあ、この3人の成長加減は非常にこの新エヴァにとって素敵なスパイスになっていった一方ですね、なんかこの3人を見ていく中でなんかちょっとこう自分の中にこうザワッとしたものというか焦りというか、だって当時と健介とか院長って、まあ、そのアニメ版を見ていた僕なんかからするとですね、その当時その見ていた頃とそんなに年齢の差がないわけですよ。でその今新エヴァで年を取った当時健介院長が こんなにめちゃくちゃいい音になっていると。でそれと比べて今私はというと、このアニメ作品であるエヴァンゲリオンをね、チケット買って見てるみたいなのが何でしょうね、ちょっと置いていかれた感というか、粛々とこう大人になっていく当時健介院長に対してこのエヴァンゲリオンを見ている自分、まあ、ある意味エヴァの呪いにかかってしまって年を取らなくなってしまったシンジ側の気持ちになっちゃうっていうか、なんかそういうなんか役も担っている感じがするんですよね。まあ、ある意味ちょっと安っぽい表現ですけど、シンジって浦島太郎的な状態じゃないですか。ずっとね眠っていて、第三村について、まあ、9からずっとそうですけども、まあ、そこからさらにね自分の昔の友達たちである東寺健介院長に会ってみると、もう驚くべき成長、そしてこの大人になってるっぷり、かそのコントラストっていうんですかね、その差というか、まあ、非常にスパイスになったなというふうに感じます。この新エヴァめちゃくちゃよくできてますから、かなり計算し尽くされてる感じはありますね。まあ、この東寺健介院長、まあ、新劇場版でいうと実は主要キャラ以外のキャラクターって実は東寺健介院長ぐらいしかその学生の友達ってほとんど出てなくて、他のはもう NPC 扱いなのでまあこの3人が引き続きこの3人に絞って、描いてくれたっていうのは非常に、それはあれですね、新エヴァに限らずですね、新劇場版ジョハ、まあ、歯には Q には出てきませんけど、新エヴァンゲリオンでもこうやって登場させてくれたところが非常に嬉しかったですし、なんかこうこの成長具合も見れてよかったなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。お相手はまさしくお庭湯田澤部光でございました。次の動画もサービス